下のな。え、私たちさ NGT48 がさ前半に入ってたのって初日の頃だっけ。みどもりセカオはね私たちやったよね、アンコールでね。え、どうだったっけ、 NGT48 がさあのなんだっけ毒リンゴの後に入ってたのって初日の頃だっけ、それとも変わってから。いや初日の頃がそれか、その後変わってアンコールにやるようになったんだっけ NGT48。 初日が4曲だったよね、毒リンゴの後に。マジでさよくやってたよねもうあの頭3曲で疲れんのにさ、しかもフルで NGT48 はあの後によくやったよ。もう無理だよ、若さがないと無理だよ、さすがにあれはもう本当にすごいよね。毒リンゴでも結構疲れんのにあの後、え、あの時の心情言っていい、今だから言えること、毒リンゴのドーンの頭一曲あれデレ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 デデンデンデンって感じだった。あともう一曲あるって思いながら毒リンゴやってました大変だったよあれは。だってもともとのパーティーコアにあそこに入ってないのにさ、なんであそこに入れたんだろう NGT48。 しんどかったよ、だからアンコールになってくれてどれだけ歓喜したかなんであそこに NGT48 入れたの、誰はい、始まりました第2部、みんなの予想は当たるんでしょうか。さて何の曲から始まるでしょう。でもオーバーチャーとかないからね、始まり方難しいよね。できるかな。はい、というわけで NGT48 でしたなんかすごい懐かしい、この T シャツ短パンで劇場で NGT48 踊るこの感じ、すごい懐かしい。懐かしいね。そう、ワンハなんだよね。3期生ってもしかしたらフルでまだやったことないかもね NGT48。 でも大変だから見てここ、あのね、定点の人だと分かんないかもしんないけど、今上手側のカメラに実は全員が入るようになってて、これがすごい今時の公演だなって感じしますね。そう、定点だとね普通に上手側に寄ってるだけに見えたかもしんないけど、後でぜひアーカイブを確認してみてください。ちゃんとみんな上手のカメラに全員でこうやってやってて、そう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 なんですよ、 DMM で見てるからこそなのでね、ちょっと定点だと分かんなかったかもしんないけど、そう、スモモちゃんがいつも見切れちゃうのよ、あそこ行き過ぎちゃうんだよね。あれもうめっちゃ練習してたけど、やっぱ本番になるとね勢いがついちゃうからね、見切れちゃうよね。うん、いいですね。
いいね、こういうところね。やっぱ MC1 大変だよね、覚えるのね。花江ちゃん結局どっちが正しかったのかわかんないけどね。どっちが正しかったんだろうね。めっちゃリリカを押しのけようとしてたけどリリカ全然かたくなに動かなかったけど、どっちが正解だったんだろうね。なんかさ、花江ちゃんってさ、前よりもすごい声出るようになったと思わない？すごい緊張してそうな震え声ではあるけど、あるけど、なんか前もっとさ、なんかプルプルした声、なんて言うんだろう、すごいもっと儚い声だったから、なんかすごいこの期間ちょっとでも自信が出てきたのかな。ちょっとね、声がね、大きくなって、そうね、めっちゃ声出るようになったよね。ね。なんかゆあちゃんってさ、なんだろう、踊ってる時すっごいなんかオーラあって、めっちゃうわセンターだなーって感じするんだけど、喋り出すとすっごい緊張してそうなの、めっちゃ可愛くないですかすごいなんかちょっと固まっちゃう、ちょっと片言になっちゃうの、めっちゃ可愛くない？なんかでもそれがすごいいいな。なんか喋り出すとちょっと片言ってすごい固まっちゃってるんだけど、でも踊るとめちゃくちゃなんかオーラを放つって、なんかすごい そこ込みでもめっちゃセンター感あるよねなんかすごい本当にパフォーマンスがすごいんだなって感じする。可愛い、そのちょっと片言になっちゃう感じがね、いいよね。リリノちゃんの MC は安定感ありますね、めっちゃ。すごい安定感ありますね、うん、ね、うん、めっちゃいい。わかる。MC めっちゃちゃんとしてる。ハキハキしてる感じかな、なこさんから。でも、言いたいことはなんとなくわかる。
ちょっとちょっとルアちゃんとハルチュンのいつもの絡みがいつもの絡みが出てたよ。フォローしました、ありがとうございます。いいよね、別に悪いことじゃない、めっちゃむしろいいことだと思う。そういうところがね見れたらね、いいよね。これ合間合間にそういうのが入るとねいいよね。めっちゃ堂々と「はい」って言ったのに、じゃあかわいい、めっちゃかわいい。かわいい。喋り方かわいい。わかる、両端の二人ね、歌もそうだし MC も安定感すごいよね。わかる、リーノちゃんとユーナちゃんね。あれ担々麺してますよ、ルアちゃんが。ルアちゃんが担々麺してた。ぶつかっちゃったのか。せっかしとね、24時間テレビの時にもねやったからね。私さ、24時間テレビの時にも思ったんだけどさ、このそう世の中とかの回る時のねリーノちゃんがめっちゃ綺麗なんだよね。すごいジャンプの高さめっちゃ揃ってた。そうだね、多分研究生公演の序列ベースなのかな。24時間テレビの時は萌ちゃんがセンターやってたけど、多分その研究生公演の中での順番で多分はめてるっぽい気がする。多分、うん、ね、多分24時間テレビの時とは立ち位置とか変わってると思う。この時のねリーノちゃんがめっちゃ綺麗なの、この回るとこの。でもだからもしかしたら立ち位置さ真逆になった子とかもいるかもしれないよね。しか人ってさ神下でさ振り変わっちゃうからさ、その24時間テレビの時は上手側の振りを踊ってたけど、研究生公演になってこの研究生公演ベースの立ち位置になって下手側になっちゃったって人もさ中にはいるかもしれないよね。だからもうここに来て神下両方の振りが踊れる人がいるかもしれない。
使う人ね、マイクパスが多いからね、困るよね。下の名ね、そう、なんか研究生公演で下の名、ここねめっちゃ綺麗なんですよ。私リハの時見てめっちゃびっくりした。この観音めっちゃ綺麗だった、すっごい揃ってる。なんかさ、もう今トイロさんがさ人数少なくなっちゃってさ、ここの観音がさ成立しなくなっちゃってきてんの、だんだん。なんか、あ、人数がいるとこれはこういう風に綺麗に見えるものなのかってなる。人数あってこその振りだったりしちゃうからね。なんかあれだよね、やっぱりさツアーの時よりも上手になってると思わない？ツアーで下の名やってた時よりもやっぱめっちゃ揃ってる気がする。めっちゃ回るの綺麗なんだけど、こんなにさ、なんか足の開く角度まで合わせてるんですかってレベルで回るの綺麗なことある？めっちゃ綺麗だった、この何体のライン。めっちゃ綺麗だった。そうだね、この人数。あれ、下の名ってさ最初の時何人？それこそ11人とかだった？この違う、10人トイロが10人か。10人トイロって言ってんのに1人お化け入れちゃった。10人トイロって言ってんだから10人じゃんね。だからほぼオリジナルの人数に近いのか。この回る時めっちゃ綺麗。めっちゃ揃うな。手の下げるタイミングとかもね。このね、鼻絵が可愛いの、こうやってやってんの。見えました？今一番下手側にいたんだけどね、こうやってる鼻絵がめっちゃ可愛いんですよ。ちょっと後でもしかしたら夜公演とか入る人見てください、この時の鼻絵。ねえ、ツアーの時よりも良くなってるよね。私も人数いるね。すごい人数多く見えるね。そうからの強負けです。ツアーの時は強負け下の名だったんだけど、研究生公演では下の名強負けになります。ね、なんか下の名と強負けをやってくれる研究生公演がついにできたのかって感じしません？なんて言ったらいいんだろう、なんか研究生の曲っていう認識になったんだなって感じがして、そう。
あのツアーの時はさメドレーだったから、もうここで今日負けって落ちサビに入ってたんですよ、ツアーの時。だからこのしゃがむ振りとか多分初めてやってる。そう、ね、ファンの劇場のさ、ここに座ってるファンの方からさ見てさ、3期生のやる今日負けってどういう風に映ってるんだろう、めっちゃ気になる。この感想の振りとかも初めてやるよね。ツアーはワンハで、ワンハじゃないや、あのメドレーになってて、これとかなかった気がするから。そう、確かにね、今日負けツアーの時よりもちょっとずつ多分歌詞の意味が理解できるようになってくるもんね。めっちゃ振り向くタイミング揃ってる、振り向く角度も揃ってる、めっちゃ綺麗。今の振り向くタイミングめっちゃ綺麗だったね。とっても綺麗でした。めっちゃ言うやん、パーティーが始まるよ。すごいね、手拍子っていうか拍手大きいね。振る予定じゃなかったのかな。かわいい。配信頑張ってくれてありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。うん、そう、分かる。めっちゃしっかりしてんだよね。この流れなあ。どっかで見たな。
難しいよね。こうなんかすごいいいこと言ってくれたからこそこの後続けるのめっちゃ難しいよね。なんか引き取り方っていうかさ、難しいよね。MC ね。いやどうしようかなってなっちゃう。でもそれが声に出ちゃうのが可愛い。ね、めっちゃいい。そう、これねスタッフさんと話してたんだけど、なんかルアちゃんってダンスすっごいさ、なんだろう、大きく踊っててすごいなんか元気って感じのダンスじゃないですか。そう、すっごい元気って感じのダンスなんだけど、なんか喋ると MC で喋るとすごいしっとりだよねって、そう、落ち着いてる感、なんかねすごいルアちゃんってこの公演でいろんな面が見られると思ってて、なんかパフォーマンスはすっごいねなんか大きくて元気な感じなんだけど、歌声めっちゃ可愛いじゃないですか。歌声めっちゃ可愛くて、でも MC するとめっちゃしっとりしてて、なんか落ち着いててなんかね、そうすごいね、いろんなルアちゃんのいろんな顔が見れて、しかも歌ってる時のね曲によっても表情が多分一番表情が変わってたなって思ったのがルアちゃんで、そうだからね、確かに他の人の MC の時はわちゃわちゃしててね、そうルアちゃんはね MC っていうかその今回のこの公演が始まって多分いろんな面が見えてくると思う。うん、なんかスイスイ一個一個動きかわいい。三期生のエンジンを披露してくれるらしい。幅が大事なのかな。かわいい。おお、めっちゃいいね。いいエンジン。素敵。いいですね。1,2,3,4 って始めたから一緒って思ったらめっちゃいいエンジンだった。めっちゃいいやつだったね。私たちのが悪かったわけではないけど、私たちのエンジンは可愛さよりもなんか勢いだったから。だって「おー」とかじゃなかったんだもん。「シャー」って何。今考えると私たちのエンジンって何だったんだろう。シャいいね、最後マックスで終わるのいいよね。なんかこうユニット公演が始まって自分たちのやっぱやりたい楽曲とかで組むから、最後の曲とかそもそも NGT の曲が少ないユニットとかも多かった中で、やっぱ公演の最後マックス歌うっていいよね。最後って感じがしてね、
ってもいいよね。いいね、マックスで終わるの。はじめまして、ありがとうございます。なんかめっちゃ今日はじめましての方が多い。すいません、なんか3期生の公演見てキャッキャしてるだけなのに、なんかはじめましての方が多くて、みんながフォローしてくれたら嬉しいです。いや、いいな、マックスで終わんの。マックスもあれかな、24時間テレビの時とまた立ち位置違うよね、きっと。公演ベースになってて、めっちゃな、一番後ろでもルアちゃんのダンスめっちゃ綺麗なんだよな。いいね、マックス、とてもいいですね。頑張った、頑張った。みんなちょいちょい戸惑いながら手振ってるのめっちゃ可愛いですね。みんなもっと前に行ったらどうかな。もっとみんな前行って手振っていいんだよ。みんなすごいなんか2セリあたりにずっといるのかわいい。遠慮、めっちゃ遠慮してんのかわいくない？もう先輩なんてガンガン、もうステージから落ちんじゃないかレベルで前の方で手振んのに。かわいい、みんな。もっと前行きなよ。控えめでめちゃくちゃかわいい。あ、いいね。カメラで遊んでるね。かわいい、みんな控えめ。かわいい。頑張ったね。はい、というわけで無事にだね、無事に3期生の公演初日が終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか、3期生の公演は。本当に
ね、なんかまあ頭の第一部の方はパーティー公演ということで、まあ、今までね先輩もやってきたものだけれども、まあ、3期生らしいパーティー公演がきっとこれから見られると思うし、そして第2部はね、あの全部 NGT の曲だね。そう、マックスじゃない NGT48 と世界人下のな今日負けマックスで全部 NGT48 の楽曲で、こう NGT のね先輩方の大事にしてきた曲もやりながら、最後はマックス時で終わるっていう。 NGT48 アンコール、まあアンコールじゃないけど第2部 NGT から始まるのもいいですよね。で3人すももちゃんとゆきちゃんと花江も出てきて、みんなで始まる第2部もめっちゃいいですね。いかがでしたでしょうか皆さんは。3期生公演ほんとなんか初日を見るってこういう感じなんですね。すごい3期生のこれからがみんなはとっても楽しみになってくれたんじゃないかなって思います。想像以上のパフォーマンスだった。嬉しいね。完成度高くて完成してぜひ感動して、ぜひねその嬉しい言葉ねたくさん3期生にかけてあげてください。なんか私もすごい皆さんにそういう風に思ってもらえててよかったです。3期生公演入りたい、嬉しいね。嬉しい、すごい劇場で見たくなったっていう声がねたくさんなのがとっても嬉しい。ぜひね皆さん劇場に足を運んでいただけたらと思うし、とても良かったよっていう声はねぜひ3期生みんなに伝えてあげてください。まあねそのコロナ禍、そうだねコロナ禍になって初めてその 1,2 部ぶっ通し公演、まあちょっとねあのトイロさんで特別公演みたいな感じでは一回やったことあったけど、その1部2部みたいな形になってからあの初めて卒業公演とか以外で初めてこうぶっ通しの公演というか、まあ、通常公演に一歩近づいたっていうのもあるのでね、今後3期生の成長ももちろんですし、劇場公演としてもねなんか私たちもそういう公演ができたらなって思いました。2時だね、2時間、2時間ちょっと遅れてたから2時間ぐらいだね。ちょうどね、私もすごい良かった、みんなと見れてみんなと見れて良かったです。ご飯の方からはこういう風に見えてるんだなっていうのもすごく分かったし、もう絶対に見てほしいポイントも伝えられたので良かった、みんなと一緒に初日見守れて良かったです。でも本当にもうねすごい振りも揃ってたしとってもいいなと思ったけど、きっともっともっと良くなる部分がたくさんあると思うので、これからもね公演ねちょっとまだ今後の予定が決まってはないけど、うん、できたらなって思いますね。いっぱいねみんなの成長につながると思うので、やっぱり劇場ってさそのなんだろうホームの場所というか、こう自分たちの知ってる人なんて言ったらいいんだろうな、なんか経験値を積む場だと思うんですよ。なんか3期生はそのツアーの方が先に始まっちゃって、ツアーのステージを経験したからこそこの研究生公演のレベルの高さみたいなのが出せたかもしれないけど、でも本来劇場ってさなんか間違ってもいい場所って言ったら違うかもしれないけど、その失敗とかも含めて経験値を積んでいく場所だと思うんですね、パフォーマンス面において。だから本当にこれからね、まあユニット公演もできる公演が少なくなってるからこそ、3期生の公演ってもしかしたらね劇場回すっていうことのためにもたくさんあの稼働してもらうというか助けてもらうことがいっぱいあると思うんですけど、でもあくまでも劇場って本当に経験値を積む場だと私は思ってるので、なんかそれをね
嫌だなって思わずに、なんかいっぱいいっぱい練習したことをたくさんこう披露する場で、さらにそのステージに立ってみないと分かんないこともいっぱいあるから、なんかそれをねこうもっともっと完成度を上げるという意味でいっぱい公演もやってほしいなって思うし、うんね、これちょっと今どういう風にさ進んでいくかが分からないんだけど、その2部から出てきた3人に関しても、多分3人のファンの方はさ、3人がパーティー踊ってる姿もきっと見たいと思うし、これがね今後なんだろう11人でやることになるのか、誰かが出なくてそこに誰か入って常に8人公演にするのか、なんかちょっとよく分かんないけど、私もそこはだけど、きっと3人のパーティー踊ってる姿も多分楽しみにしてるファンの方ってたくさんいらっしゃると思うから、3人もねパーティー踊れる第一部からね出られるようにね頑張ってほしいなって思うし、うん、ねちょっとわかんない、どう入れ替えなのか、なんか徐々にでも人数増やすってなったら立ち位置とか全部変わっちゃうもんね、まあ、10、11人で最初からできたら理想ではあるけど、11人バージョンみたいに立ち位置が変わっちゃうことを考えると入れ替えみたいになるのかな今後ね、どうなんだろう。でも本当にあの私この前ねリハを見に行かせてもらった時に、まあ、ステージで流れてる音楽って、まあ、楽屋にもさ漏れてくるのよ。でその廊下でその漏れてきた音で踊ってる姿を見て、なんかすごいこうなんて言ったらいいんだろうな、胸が苦しくなったというか、でも本当に頑張ってることには変わりなくって、そうだから本当にねその初日の第一部には出てなかったかもしれないけど、すごい努力してることがねとっても伝わったから、そうだから第一部からね出れるのも楽しみだなと思ってます。はじめましてありがとうございます。はじめましてでフォローしてくださってありがとうございますね。なんかでもきっと今日の公演を見て、あ3期生いいなって思ってくれた方が絶対にたくさんいらっしゃると思うのでね、なんかそれをみんなも自信に持ってほしいなって思います。うん、第3期生のことを好きになってくれた人もたくさんいらっしゃると思うし、これから研究成功やるよってなった時に絶対もう毎日のように来る人いるから絶対いると思うな、すごい。でもねそれをさっきさリリノちゃんも言ってたけどさ、それは当たり前だと思っちゃいけなくって、この毎回ステージができることもね本当になんか私たちはさそれをすごい経験してきたけどさ、ちょっと劇場公演が回せない期間もあったから、なんかそれもすごくわかるし、そうやって毎日のように来てくださる方もねそれが本当に当たり前ではないからさね。でも今日の公演で行きたくなってくださった方っていうのは確実にねいると思うから、なんかもっとなんだろうな、それを最初だけじゃなくって、この今日初日だったから初日を見て行きたくなったなって思ってくれた方がいらっしゃったかもしれないけど、それだけじゃなくて今後も一回来た人がまた行きたいなって思ってもらえるような劇場をね目指してほしいなって思います。初めての方がね行ってみようかなって思うのもあると思うけど、うん、とてもね楽しみだね。だから今日劇場でね見た方とかもなんかまた劇場にね行きたいなって思わせるような公演になってたらいいなって思います、うん、いや本当になんだろうな、すごいいい公演だったと思うな私は。
まあ、わかんないけど、でもねこう言うとね甘すぎないって言われちゃう甘すぎないって言われちゃうんだけどさでも私は素直に今日の公演はいいと思ったけどな。そう、いやでも本当にここからなんかね、初日のためにめちゃくちゃ頑張るじゃない。まあどの公演もそうなんだけど、初日のために頑張るけど、その後どれだけやり込むかによるじゃないですか。なんか初日迎えたからもうあとなんて言ったらいいの、公演前のリハとかだけになっちゃうよりもきっとなんか公演やってみてここがこうだったからってどん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 変わっていく公演である方がきっといい公演になるからさ、なんかそれがねできる人たちだと思うから3期生ってそうなってほしいなって思います。初日できたからよかったよりかはなんかもっともっともっとこここうした方がよかったんじゃないかなっていう方がねあったらいいかなって思います。うん、いや本当にねとっても良かったんじゃないでしょうか。でも初日から昼夜あるからね、すごい。でもそれもねどうだろう、みんなの体力もね、昼夜公演初日から昼夜だからね、夜公演もどうかな。やっぱ昼すごい良かったからこそ夜なんかどれだけさ直してこれるかもそうだし、多分本人たちの体力面も昼夜でやったことなんてきっとないからね、ちょっとそっちが心配かも。なんか多分お昼公演見てパフォーマンスに関してはそこまでやっぱ心配ないと思うんです。むしろ初日でこんだけ揃えてきてくれたんだって多分みんな思ったと思うんですけど、体力に関してはさ未知だもんね。なんかリハ2回やるのともきっとまた違うと思うしさ、リハはだって2回やんないもんねきっと。そのまあまあやるだろうけど、なんだろう、昼夜でみたいな感じではないじゃんきっと。一回やって直してもう一回じゃあ投資してみたいな、そういうなんか2回ぐらいリハやるはあると思うけど、じゃあ昼公演としてリハやります、次夜公演としてリハやりますはさ、セトリとかが変わんないとそういうのはないからね。多分体力に関して本人たちも未知数だからさ、ツアーは確かに昼夜やったけど出てる曲数が全然違うから、そうね。しかもまあこれはさ初日に限らず今後もそうなんだけど、 MC の内容とかもどんどん変えていかなきゃいけないじゃない。毎回同じこと話すわけにいかないから、そうなんだろう、初日のために MC とかこうガチガチにこれについて話しますとかいろいろねやると思うけど、なんか今後どん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 公演数が増えていけば増えていくほど MC とかもどんどん変えていかなきゃいけないし、なんか初日ほど多分さ MC に時間かけてられないじゃない、 MC の打ち合わせに ここでこの人に振りますとかこの話をしてとかって初日ほどちゃんとはできないと思うから、今後なんかそこに時間を割けないと思うから、なんか MC もねきっと鍛えられていくと思うから、それはすごい楽しみだなと思います。うん、いや難しいよ。なんか今日は多分話すことがいっぱいあったから、その話すことがメインで MC になってたと思うけど、だんだんね多分いろんなゲームとか挟みながらの方がやりやすいかも。私たちいろんなゲームやったよね本当に。え、みんなが覚えてる私たちの研究生公演の MC なんですかいや本当にね MC はね難しいよね。私たちも本当にいろいろやった。あおちゃんのお悩み相談とか、あとなんだっけ、なんかさサラのさやつがすごい印象的な、んかなんだっけ、お嬢様になる、なんかさなんだっけ、のえさんのなんか前先輩がそのお嬢様になりきるみたいな MC をしてて、のえさんがやってて私たちもやろうみたいな流れでなんかお嬢様になりきるみたいな MC やった気がするんだよね。あ、小宮山催眠術だ、それだ。謎だったよね本当に。しかもさあの時のさ MC のグループラインがあってさ、そう明日の MC はこれやりますとかめっちゃみんなでそれを送り合うグループラインが今もあって、動いてないけど
ね、探したらあんのかな。でも今携帯使って配信してるから見れないんだ。ありましたね、なんかそういうゲーム系もいっぱいやったよね。でもそういうのがあってもいいんじゃないかなと思うけどね。なんかその方が MC のお題困んないしさ、なんかそれによってね、なんか面白さが出てくる部分もあるから、そうそうそう、 MC もこれから結構楽しみですね。騙された抜き打ちダンス、ちかなか、ありましたね、そんなことも覚えてるよ、騙されたこと。すごい根に持ってる人みたいな言い方になっちゃった。あったね、なんかそういう企画性も含めて今後の MC 楽しみですよね、うん、だいぶ素がね見えるからね。まあトークでももちろん出てくると思うんだけど、3期生だけでやってるからこそ、楽しみですね、うん、そうだね。いや懐かしさを感じましたね、やっぱりパーティー公演見るとね、とっても、うん、でもきっとその先輩のやってきたパーティー公演と私たちのパーティー公演と3期とはまたいろんそれぞれの魅力というか楽しみ方みたいなのがあると思うから、3期生のパーティー公演がこれからねどうなっていくかっていうのはすごい楽しみですよね。私たちのパーティー公演は最終的にどういう風に終わったのか、どういうところに目的地になったのかよく分かんなかったけど、ふんわり終わっちゃったからね。私たちはその研究成功やってきた中でどんな風に成長してきたかっていうのは終わりが見えずに終わっちゃったからね。あれだけど、これからの3期成功がどういう風になっていくかはとっても楽しみですね。本当になんかさ、まあ私がそっか何分から始めたっけ、11時半から始めたから12、12、わ3時間もやってる、じゃあ10半になったら終わりにしますね。そっか3時間もやってるからか、なんかすっごい今日初めましての方がめちゃくちゃ多くて、日曜日だしね、日曜日だから昼間でも見てくださる方が多かったのかな、ありがとうございます。今パーティー公演やったら、私たちが今パーティー公演やったらなんか、うーん、今まで以上に元気にやりそう。もうなんか今までは純粋な気持ちでパーティーってやってたのが、もう若くないからこそパーティーなんて言うんですか、なんか余計に元気にやりそう。そう振り切っちゃってもうやりそう。ベテラン感でそう、やだな、そんなことないと思うけど。もうパーティー感じな気がする。いや楽しみですよ、とっても。いつかねやる時が、あれ何の時だっけ、なんかさ周年、なんかの周年の時にさ一期生さんがパーティーやった時があってさ、あのパーティー公演まで行かないけどパーティーが始まるよを一期生さんでやった時があって、なんかあの時はすごいエモってなったの。そうなんかその時多分もう私たちが研究生公演やってた頃だったから、先輩もめっちゃ久しぶりにパーティーを踊ったみたいな時だったんですけど、なんかうわーエモって思ったと同時に、なんだろう、なんか先輩らしい踊り方っていうか、なんかそこなんて言ったらいいんだろうな、フレッシュさとかじゃなくてベテラン衆がするとかでもないんだけど、なんか見せ方をもう分かった人たちの踊り方みたいな、なんて言ったらいいの、そういう意味ではやっぱパーティー公演ってその何も知らない人たちがとにかく元気にがむしゃらに踊る曲なんだなっていうのをすごい感じて、そうなんかその周年かなんかで踊った時の先輩のパーティーはなんかアイドルのパーティーって感じ、アイドルのパーティーが始まるよって感じだった。なんかそうすごいその見た時のことをなんか覚えててっていうか、その時感じた時の
印象が忘れられなくて、なんて言ったらいいんだろう、もうオーラがさ違うしさ、なんかその研究生としてとか、その加入したばっかりのパーティーとは違うキラキラ感みたいな、なんかその初々しい青春感あるキラキラ感から、なんかアイドルのキラキラ感になった感じだったの。先輩がパーティーやった時って、あの何年かした後に、そうそうそう、だから今の自分たちがパーティーをやったらなんかどういう風に見えるのかなって逆に気になるかもしんない。なんか先輩がパーティーやった時はそういうなんかアイドルらしくなったって言ったらすごい上から目線になっちゃうけど、なんかアイドルらしい感じがあったけど、なんか私たちがパーティーやったらなんかあの時に戻そうとする気がする無駄に元気にやっちゃう気がする。なんかそれはなんて言うんだろう、それぞれの性格というかなのかなって気はしますよねもうフレッシュさでは絶対に勝てないって分かってるのにフレッシュにやりそうだもん、私たちがもう一回パーティーやるってなったらわかりますか。なんか先輩はパーティーもう一回やった時はすごいアイドルって感じのパーティーだったけど、そう、私たちがもう一回パーティーやるってなったらもう初期の頃思い出して全力でやろうみたいな感じになりそう3期生に負けてられねえってはっちゃけてわかる。そうなのよ、なんかそうめっちゃ言いたいことわかる。なんか2期ドラってそういう感じしないなんか1期生の皆さんの時はすごい大人になった私たちを見てもらおうみたいな感覚だったのが、なんか私たちがもしやるってなったらもうバチバチになんかバチバチに3期に負けねえぞみたいな感じになりそうじゃないなんかだって想像つくもん、めっちゃすごい。だからまあやってみたい気持ちはあるよね。もう一回私たちのパーティーもやりたい気持ちはあるけど、確実にそういう子の方が多いだろうな。3期に負けない私たちのパーティーの方が元気だしみたいな、やりそうあなたたちもう私たち若くないんだから、そんな無理して元気にする必要はないんじゃないもっとなんか今までの経験値を積んだアイドルらしい踊り方にしたらいいんじゃないってなりそうそんな無理に参議院闘争心燃やす必要はないんじゃない、大事だけどってなりそういやでもそれがね2期ドラの良さだったりするからね。ちょっとじゃあランキングを読みます。だからめっちゃ想像つくよね、闘争心燃やしそう。13位トシさんありがとうございます。12位ディアさんありがとうございます。11位ノートンさんありがとうございます。10位サバサンドさんありがとうございます。9位超快速さんありがとうございます。8位ラーマさんありがとうございます。7位声が皆さんありがとうございます。6位島風さんありがとうございます。5位トシーさんありがとうございます。4位ホシーさんありがとうございます。3位 MS さんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。1位マーチさんありがとうございます。というわけで長い時間ねお付き合いいただきありがとうございました。皆さんねこれからも3期生の応援を何卒よろしくお願いします。というわけで夜公演もこの後5時からありますので、ぜひねあのお昼公演とはまた違った部分だったりとかいろんなね見方で5時からの公演の方も楽しんでいただけたらと思います。今日の配信は私はこれで終わりになるんですけど、ぜひ夜公演も見てあげてください。それではありがとうございました。バイバイ。